皆さんこんにちは。昆虫観察のウニです。こちらに映っているのは平田クワガタですね。しかし皆さん見てください。何やら様子がおかしいですね。何やらあそこになんか付着してますね。何やら無数の白いつぶつぶのようなものが付着しています。これね、ダニなんですね。この平田クワガタダニに寄生されているんです。これ家で飼ってる平田クワガタなんですけれども、最近ね、ずっと潜ってばっかりだったんで、もう餌あげてね、放置してたんですけれども、まあ、2週間ぐらい見ない間にね、見てください、この裏側。ほら。びっしり。びっしりですよ、これ。びっしり。びっしり。特に大顎の部分などはびっしりとダニが付着してますね。これこのおびただしい数、無数のダニが付着してます。こんなにいっぱいついとんの初めて見たかも。2週間ぐらい見ない間にダニまみれになってしまいました。一応捕まえてきた時にダニはすべて落としたんですけれども、それでもね、やっぱ関節とかに残ってたダニがしばらく見ない間にね、こんなにね、大量繁殖してしまったみたいですね。うわぁ、ちょっとこれえぐいなぁ。びっしりです。こんなにね、ダニつけっぱにしとくとね、クワガタ弱っちゃうんで、早急にね、このダニを、まず除去しましょう。おそらくマットの中にもダニが潜んでますから、飼育ケースのマットをね、全取っ換えしないといけないんですけども、ただその前に、とりあえずね、今付着しているこのダニをね、全部落としてしまいましょう。それではまず水を入れた容器を用意します。これね、水が入ってます。ピチャピチャピチャっと、それではこの使い古した歯ブラシを水につけて、そしてクワガタの体の表面についているダニをね、こう歯ブラシでゴシゴシ軽くね、軽くこすって取っていきます。見てください皆さん、無数のダニが浮いてますね。こんなびっしりついてたわけです。どんどん落としていきましょう。こっち、ここの部分にもついてますからね。びっしりついてますから、どんどん落としていきましょう。もうびっしりついてますからね、これやばいですから。放置しといたらさすがにね、くすぐったいようですね。少し嫌がりますね。こちらのこの部分、ここの部分えぐいですね。これうーわ、どんだけついとんねん。これつきすぎでしょう。うーわ、ただね、これだと関節とかにダニが残ってしまいますからね。これダニ取りマットをケースに入れて、その中でね、しばらく飼育しましょうか。そうしないとね、ダニ根絶できないんでね。とりあえずね、まず量を減らさないといけないのでね、こうやって歯ブラシで落としてますけども、ただね、根絶することが大事ですから。あー、こらこらこら、歯ブラシを挟むな。歯ブラシを挟まないの。根絶することが大事ですからね。次は背中側ですね。ゴシゴシゴシーっと歯ブラシでね、軽くこすると簡単に落ちますね。うーわー、すごいダニだらけ。とりあえず目に見えているダニは全て落としましたけれども、ただね、こういう関節のとことかには数個体ね、生き延びて潜んでるやつがいるはずですから、またね、このままだとダニが増殖してきてしまうので、もうね、ダニ取りマットの中でしばらく飼育して、もう完全にね、このダニを根絶しようと思います。ダニを落とした途端にね、すごく元気になりました。やっぱりね、ダニは落としてあげないとダメなんですね。皆さんもね、クワガタムシの体にね、白いつぶつぶのようなダニがついてるのを発見したら、もう早めに除去してください。こちらに除去したダニが浮かんでますね。おびただしい数のダニが浮かんでおります。ほら、じっくり見てください皆さん。これが平田クワガタに寄生していた大量のダニですね。水の中でもがいてます。まあちょっとかわいそうな気もしますけどね、ダニたちに罪はないんでね。でもね、私はこの平田クワガタの命に責任を負っているのであって、このダニたちがその妨げになるのであれば除去せざるを得ないということですね。このダニたちの命を保証する義務は負っていないわけですね。これ以上苦しまなくて済むようにアルコールで締めてあげましょう。さあ、成仏しろ。さあ、成仏してくれ。びっしり。うーわ、どんだけついとんねん。これつきすぎでしょう。うーわ、水の中でもがいてます。さあ、成仏しろ。
成仏しろ。成仏しろ。